こんにちは。海進整骨院の中山信弘です。今日は頭痛について、解消する方法をご紹介します。まず、このように縦膝になっていただいて、後頭部の一番出っ張っているところから指3本分横にある溝に手を当てます。この後頭部から3本分ぐらい横ですね、両方ともね。そして、ここから頭を上に上げて親指に乗せていきます。ここで、刺激を与えます。ここで注意してほしいのが、この親指を強引にグッとこうしてしまうんではなくて、この頭の重みでこの指に刺激が入るように持っていってほしいんですね。なぜこのポイントかと言いますと、この胃の裏ですね、ここからつながっている筋肉がこの後頭部に僧帽筋という筋肉がついてまして、食べ過ぎたりとか、胃にストレスがかかるとこの筋肉が張ってきて頭痛になるんですね。このような場合、この体操で、頭痛を解消してほしいと思います。それでは来週またお会いしましょう。さよなら。今日は何をしてくれるのかな。今日はね、あれですね、あの昨日神宮堂でちょっと本買ったんですよ、うん、あのメンタル第5の第5のあの有名な当てるっていうね、うんうん、まあ、ちょっと自信ないんですけどね、ちょっと、まあ、20ページくらい読んだんで多分できると思うんですよ。いける、多分いけると思います。じゃあ今日はこのポッキーをねちょっと当てると思うんですよ。何を食べるのか、美味しそうな田中先生がちょっと何を食べるのか、ちょっと何を食べるのか当てますんで、ちょっとこう 何色が好き、赤色、その中で言ったら、いや、うん、黄色かな。黄色か。え、甘いのとか好き、その前に甘いのとか。甘いの、うん、甘いのはあんまり甘すぎじゃない。なんか何でもなんか好きなやつ手に取ってみて、ちょっと好きなやつ、そう、もうこれと思うの取った。大丈夫か。何でもいいで、好きなの、もう 赤色とかなってくるな。決めた取った取った。で、それも食べて、食べて、もう食べていいよ。食べた食べる。みかんじゃない。うまい、みかん。すいません、これやっぱりすぐに分かりましたよ。やっぱりこれね、3月間熟成させたみかんなんですもう食べた瞬間にほんとになんかね香りがしたんでね、一発分かりましたよ。これ一回食べてみて。え、これ食べてみて。これ一つ500円もするんですよ、これみかん。めっちゃ塩辛塩辛いってなんなん。みかん腐ったら来ないでも、オッケー食ってないしすごいですね、ゾエゴ。すごいゾエゴやな。一気のニュースページ読んでもこれでまた食べた瞬間に痛かったな。